伝説の夜、ナンバーアンダーラインアイサマソニー2024完璧なステージング圧巻の歌唱力。新時代の到来を感じた。ナンバーアンダーラインアイパフォーマンスが世界を熱狂させる。グローバルな視点で未来へ。ナンバーアンダーラインアイは、2024年のサマーソニックで衝撃的なパフォーマンスを披露し、観客を驚かせた。彼らのパフォーマンスは、エネルギッシュでありながらも洗練された演出が特徴的で、 その場にいたた誰もが息を飲む瞬間だった観客の期待を超えたそのステージは、彼らが持つ潜在的な力を十分に示すものとなり、初見のファンでさえもその魅力に引き込まれた。しかし、圧倒的なパフォーマンスの陰には、メンバーたちの体調を心配する声も少なくなかった。サマーソニックは、日本の夏フェスティバルの中でも特に過酷な環境として知られており、 炎天下の中でのパフォーマンスはアーティストにとって大きな挑戦となる。特に、ナンバーアンダーライン愛がパフォーマンスを行ったステージは、最も熱いとされる ZOZO ゾゾマリンスタジアムで行われた。その過酷な状況下での彼らのパフォーマンスは、観客の期待を大きく上回るものであった。開始早々から、彼らのエネルギッシュな演奏が会場を圧倒し、まるでその場全体が彼らのパワーに飲み込まれるかのようだった。 この日のセットリストは、彼らの代表曲を中心に構成されており、その選曲は観客を引き込むために計算され尽くしていた。イントロから始まる曲は、観客に強烈な印象を与え、次々と繰り出されるリリックとパフォーマンスが観客の心を捉え続けた。特に、INZM では、会場全体が大歓声に包まれ、その瞬間がその日一番のハイライトとなった。ステージ上での彼らのパフォーマンスは、 まさにプロフェッショナルそのものであったが、その一方でメンバーたちの体調を気遣う声も多く聞かれた。リーダーの岸くんは、パフォーマンス中に何度か喉の調子が悪そうな様子を見せたが、他のメンバーがその場をカバーし、チーム全体でステージを成功に導いた。その姿は、観客にとっても感動的であり、彼らの絆の強さを再確認させるものだった。また、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、 その場にいた観客だけでなく、SNS を通じても大きな反響を呼んだ。特に X、旧 Twitter では、彼らのステージについてのコメントが次々と投稿され、その多くが彼らのパフォーマンスを称賛するものであった。ファンカム映像も多く共有され、その中には初見の観客が感動している様子が映し出されていた。彼らの音楽とパフォーマンスは、既存のファンだけでなく、 新たなファン層をも獲得することに成功したのだ。しかし、その一方で、彼らがどのようにしてここまでの成功を収めたのかについての疑問も浮かび上がる。ナンバーアンダーライン愛は、まだデビューしてからそれほど長い時間が経っていない新人グループであるにもかかわらず、そのステージで見せた貫禄と自信は、まるで何年も経験を積んできたベテランアーティストのようだった。その背景には、 彼らの過去の経験と練習の積み重ねがあることは明らかだが、それだけでは説明しきれない何かがあるように感じられる。一つの仮説として考えられるのは、彼らの音楽とパフォーマンスが持つ、時代性である。彼らの楽曲は、現代の音楽トレンドを的確に捉えており、それを自分たちのスタイルとして昇華させている。また、その音楽性だけでなく、彼らのパフォーマンスもまた、 現代の観客が求めるエンターテインメント要素をしっかりと取り入れている。これにより、彼らは若い世代から中高年層まで、幅広いファン層を獲得することができたのではないかと考えられる。さらに、彼らが持つ、グローバルな視点も成功の鍵となっている。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、異なる文化的背景を持つ者たちが集まっており、その多様性が彼らの音楽とパフォーマンスに独特の色彩を加えている。 彼らは、日本国内だけでなく、海外の音楽シーンにも通用するグローバルなサウンドを持っており、その点が他のグループとは一線を画す要因となっている。また、彼らの成功には、ファンとの密接なコミュニケーションも欠かせない要素となっている。ナンバーアンダーライン愛は、SNS を通じてファンとの交流を積極的に行っており、その結果、彼らのファンは単なる、観客ではなく、彼らの成功を共に喜び、 支える仲間としての意識を持つようになっている。このようなファンとの絆が、彼らのステージをさらに熱いものにし、成功へと導いているのだ。しかし、ここで考えなければならないのは、彼らの成功が一過性のもので終わらないようにするためには、今後どのような戦略が必要かという点である。現代の音楽業界は非常に競争が激しく、新しいアーティストが次々と登場する中で、 持続的に成功を収めることはは容易ではないナンバーアンダーライン愛がこの成功をどのように維持し、さらに発展させていくかが、今後の彼らのキャリアにおいて重要な課題となるだろう。まず1つ目の戦略として、彼らの音楽性をさらに進化させることが挙げられる。現代の音楽シーンは、トレンドの移り変わりが非常に早く、その中で自分たちのスタイルを確立しつつも、 常に新しい要素を取り入れて進化していくことが求められる。ナンバーアンダーラインアイが持つ音楽的なポテンシャルは非常に高く、今後さらに多様なジャンルやスタイルに挑戦することで、より幅広いファン層を取り込むことができるだろう。また、彼らのパフォーマンススキルをさらに向上させることも重要だ。サマーソニックでのステージは非常に完成度が高く、観客を圧倒するものであったが、それに満足することなく、 常に自己研鑽を続けるる姿勢が求められる特に今後はさらに大規模なコンサートや海外公演が予定されている中でパフォーマンスのクオリティを維持しつつ新しい演出や振り付けを取り入れて観客を飽きさせない工夫が必要となるだろうさらに彼らの持つグローバルな視点を生かして海外展開を積極的に行うことも一つの戦略となる彼らの音楽はすでに国内外で高い評価を受けており その人気をさらに広げるためには、海外ツアーや国際的な音楽フェスティバルへの参加が不可欠だ。これにより、彼らは世界中のファンとつながり、さらに大きな成功を収めることができるだろう。また、彼らのブランド価値を高めるためには、コラボレーションも一つの有効な手段となる。例えば、他のアーティストやクリエイターとのコラボレーションを通じて、新しい音楽やビジュアルを生み出すことは、 彼らの魅力をさらに引き出すとともに、新しいファン層を取り込むきっかけとなるだろう。また、ファッションブランドや企業とのタイアップ。も、彼らのイメージを広く浸透させるために有効な戦略である。その一方で、彼らが直面する課題として、メンバーの健康管理も無視できない問題である。サマーソニックでのパフォーマンス中にも見られたように、過酷なスケジュールと気候条件の中での活動は、 メンバーの体力に大きな負担をかける。特に、長期的な成功を目指すのであれば、彼らが健康を維持し、常に最高のパフォーマンスを提供できるようにするための体制づくりが必要不可欠だ。このように、ナンバーアンダーライン愛は今後も多くの挑戦を乗り越えながら成長していくことが期待されている。そのためには、彼ら自身が持つ才能を最大限に生かしつつ、常に新しいことに挑戦し、 進化を続けるる姿勢が求められるそしてその過程で得られる経験とファンとの絆が彼らの音楽とパフォーマンスにさらなる深みを与えることになるだろう。最後に彼らの成功を支えるのは何よりもファンの存在である。ナンバーアンダーライン愛の音楽とパフォーマンスがこれほどまでに多くの人々に愛されているのは彼らが常にファンを第一に考えファンとのつながりを大切にしてきたからこそである。 その姿勢を貫き続ける限り、彼らの未来は非常に明るいと言えるだろう。ナンバーアンダーライン愛がどのような進化を遂げ、どのような新しい音楽を生み出していくのか、今後の彼らの活躍がますます楽しみである。